オッケー、今回のストーリーの、勝利状況は敵の全滅。そしてね、使うキャラクターは、初めて使うグリフィスを使ってやっていきましょうかね。これから実況ごとね、使うキャラクター変えながらやっていきたいと思います。ガツだけじゃなくて、いろんなキャラクターこれ使えますのでね、いろんなキャラクターを使いながら楽しんでいこう。お、来た来た来た。グリフィスの操作。はん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 。素早い連続攻撃で相手を圧倒します。わーわーわー。そりゃいいね。ほう。サブウェポン。あ、そんなあるんだ。ほう。十字キーで変えられるんだね。防眼とかあるんだね。防眼、カウンター、防眼。あ、この二つだけね。よしよしよし。よいしょ。イエスイエスイエス。勝てる戦だ。気負わず行こう。あ、強いね、これ。ああ、いいわ。やっぱ攻撃早いっていいよな。めちゃくちゃ切り放題、かけ放題じゃないですか。気持ちいいね。爽快感あるわ。あら、拠点兵長がいる。お前倒しとこう。ちょ、馬邪魔味方の馬邪魔来すぎ来すぎ、ちょっと待て。味方同士で戦いになってんじゃねえか。カモン。お、出てきた出てきた出てきた。あら、味方の兵士も出てきたってことは、これ守りに行かないとダメなんじゃないか。ほら、そういうことだよね。いたいたいた。へい。うふふふ、すげえ早い。手数は多いけど、あ、ダメージはやっぱそこまで食らってないね。手数は多いけどね。ガチの方がやっぱ攻撃力自体は高い。今がチャンス。エース、ナイスナイスナイス。まだいる？あ、まだあっちにもいるね。ちょ、どけ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 。いじめられてんじゃねえか。大丈夫かお前。痛い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 。いつも通りやりゃいいんだ。わ、やばい、捕まれた。ノー、そこまでダメージ食らってないけどね。おお、また出てきたぞ、あれ下たくさんね。マジかよ、必殺技で一気に蹴散らすか。ちょっと待てよ、ゲージが途切れる前に早く早く早く。来た来た来た、カモン。おおおお、はは、早い早い早い。オッケー。あー、でもそれでも倒してねえのか。ミッションクリア。えい。ありがとうよ。危ない時は下がれ。あ、鷹の団隊長いじめられてるじゃねえか。まずまずまず。拠点兵長か、倒しとこう。どこ行った？めっちゃ出てくるね。グロいことになってた。画面真っ赤じゃねえか。血しか出てねえ。わあ、もう血だらけ。グロすぎるね。ちょっとよし、ナイス。拠点制圧、制圧したけど敵の数全然減ってないって。めちゃくちゃいる。いいわ、他味方任しておきましょう。いろんなキャラクターいるんでね。あっちにも拠点あんのか。まあいいでしょう。先に進まないと物語は進まないね。よっしゃ、ミッションクリア。えい。うわー、またすごい数出てくるね、これ。おほー、やばいやばいやばい。おいーっすー。処理条件変更、なんだ。グリフィスは何でも分かってるんだね。ちょっと囲みすぎじゃない。
人空いてんね。あんた囲みすぎよ。もう一気に蹴りをつけよう。カモン、行く。あ、ゲージ溜まってなかった。よし、これでいけるね。3000コンボ続きすぎだね。やべえよ。あら、またと一体の。勝てな、こいつ。カモカモカモ、行ったか。よーし、ミッションクリア。よーしよしよし、バトルウィン勝利だ。かなりの数がいたね、これ。いや、かなり使えずね、グルフィス。これもこれでまた魅力的なキャラクターだね。重ねれば俺の夢は。クリアタイムは5分3秒だね。よし、ミッションの数はおそらく全てクリアしたと思う。出たミッションはね。イエス。おう、レベルアップ。戦利品。人の温かみに触れ、白い鷹率いる傭兵団を己の居場所と決める。そして3年の月日が経過した。ガッツを切り込み隊長に任命しようと思う。俺たちはグリフィスの判断に従うだけさ。一番に突っ込んで死ぬのが奴にはお似合いで。そうか、ガッツには切り込み隊を率いてもらう。いいな。なんで俺が奴らの面倒見なくちゃならねえ。命令だ。わかったよ。隊長やりゃいいんだろう、やりゃ。すごいね、ガッツ。腕が認められたってことだよ。そうか。一人で剣ぶん回してる方が性に合ってるんだがな。隊長、ガッツ隊長。あ、誰だおめえは。ガストンと言います。切り込み隊の副長を務めさせてもらうことになりました。切り込み隊。ああ、そうだったな。よろしくな。まあ適当にやってくれ。はい、隊長。精一杯頑張りますんで。お、次のストーリーが解禁となりましたね。オッケー、わかりました。じゃあ次はこちらをね、プレイしていきたいと思いますので、お楽しみに。グッバイ、また会いましょう。